ぞっと。得意というか、まあ、得点は常に狙ってたんで、まあ、思い切って振って入ってよかったです。常に、まあ、守備で走って貢献するっていうのは自分のやんなきゃいけないことだと思うし、もっともっとやんなきゃいけないなっていうのは今日の試合でも感じたんで、もっとそこは詰めていけたらなって思います。今日もまあ、遠方の中、たくさんの方に来てもらってすごいパワーになりました。まだまだ勝利の中でも全然課題があったと思うんで、そこをチームで、突き詰めて次節また勝利できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。あ、そうですね、まあ、自分に関わってくれた全ての人に恩返しできるようにプレーしようとは思ってこの試合に臨みました。まあ、でもプレーできてすごいやっぱ嬉しいし、もっとコンディションも上げていかなきゃいけないなと感じました。まあ、いいボールが上がってきたので、まあ、自分は決めるだけでも、まあ、いいボール上げてくれた選手に感謝してますし、まあまあ、シンプルに得点は嬉しかったです。まあ、そうですね、まあ、自分としてもそうですし、まあ、チームとしてももっとやらなきゃいけないなと思ったので、まあ、自分はキャプテンとしてもっとチーム鼓舞してしっかりみんなを上に上に持っていけるようにもっとやりたいと思います。